トラフに行きますかね。そうですね、性格っていうかこうメンタルの持っていき方って本当にそれだから長続きするね、要因もあるよね、はい、3番ホール西郷選手バーディーパット、わー惜しい、大山と同じパーティー西郷真央、もう一つ内側にフェードボールで打ってきました。このバーディーパット、最後は4番ホールパーですというふうにね、彼女言ってましたけれども、5番西郷のセカンド、寄ってきました。決めました。そしてグッと拳を握りました。うわー素晴らしいショット、決めた。これで西郷が一歩抜け出ました。8アンダー、ああこれは左のラフです。さあその西郷の7番のセカンド、ここそれほどラフが深くありませんでしたが、ああ右手前のバンカーでしょうか。今大会2度優勝の鈴木愛が2つスコア伸ばしてじわじわっと4アンダーのグループにまで上がってきています。西郷のバンカーショット、7番ホール西郷バンカーに捕まりましたけれどもしっかりパー、大きな池の向こうにグリーンがあるんですが、おしっかりグリーン取れました、はい、ただピンがかなり今日は手前に立ってるんですね。はい、そうですね、今日のピンポジションは、手前から7ヤード左から6ヤードですね、そこから下るんですけどね、はい、ここはしっかりパーパット沈めました。登ったところになります。おー、果敢に狙っていきました。来た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 、最後稲見に並びました。9アンダー、今日がまたピンが手前から34、左8と左奥に切ってあるので、また難しさ、難易度上がってますね。あー、ちょっとラフに入りました。またもう右の方からやっていく感じですね。あー最高ですよ最高、今言ったと、から転がってくる、9アンダーキープできました。ラフに止まりました。ここはどうですか。なんなら入りそうですね、まあ、天性で片付けるとね、ちょっと申し訳ないですけども、やっぱり持って生まれたそのこう四角に入ったものでしっかり距離を把握するっていうのは長けたところあるんですよね。はいはい、最後13番ホールパー、最も難しいこの13番もパーでしのいで、さあ14番のパー5に向かっていきます。
これは右サイドのラフです、まあ、これいや私これいい話だと思いましたのであえてご紹介させていただくとですね、まあ、稲見がちょっとこれ一緒と見ながら話させていただきますけど、あるステップアップツアーの試合に出てた試合で私あの CS 会は全試合ステップアップツアー中継しますんで行ってたんですけども、それ見える景色がということ、そうなんですよ、 なんでかって言われちゃうと、まあ、ピンのポジションとか、はい、なんとなく距離感とか、あの池もいい味出してる感じぐらいこれはちょっと読み違えた感じですね、うん、よく決めました、よく決めましたねこれあれを見て西郷さん、フィニッシュがかっこいい、かっこいいですね、常に同じところに上がってますね、すごい、西郷決めた10アンダー、フェアウェイに置くことを選択するんですけど、はい、これ330でもみんなドライバー持たされちゃうんですよ、フェアウェイ幅があるからでそこでひょっと失敗した日にはというね、あーって思うんですよねはいはい、最後16番バーディーを取りまして、さあこれで単独トップに出ましたさあ、ずいぶん待ち時間があった後の最後のショット。うわあ、いいショットですね。ねえ、最後はこのアングルからいつものように振り切りました。これまた素晴らしいショットでした。素晴らしい。また。もう今のピンの影に沿って打っていきましたね西郷真央これを沈めて今日は6バーディーノーボギー、6つスコアを伸ばして単独トップで明日選手権の最終日に向かっていきます。お疲れ様でした。ありがとうございます。いや本当に素晴らしいショットで、ありがとうございます。いやもう後半はもうピンしか見えてないみたいな感じでしたが、いかがでしたか。そうですね、まあ距離感もこうコントロールショットがこう距離感が合ってくれたりとか、うんうん、こう縦距離が揃ってくれたので、うん、まあ、そこがすごい良かったと思います。なんか流れの中で見てて14番のパー5のパーパット、はい、あれを入れてからなんかさらに流れも良くなったのかなと勝手に私は思ってたんですけど、はい、いかがですか。そうですね、まあ、ファーストパットを想像以上に切れてしまって、うん、まあ、そこをしっかり気持ちを切り替えてこうパーパットのこうラインだったりとかをこう集中してできたので、うん、まあ、そこからいい流れに変わってくれたと思います、はい、あ、最後さんお疲れ様です。諸見里です。 ありがとうございます。ナイスプレーです。ありがとうございます。難しいセッティングの中まず2日間ノーボギー、素晴らしいプレー見せていただきました。ありがとうございます。明日はどのようにプレーしていきたいですか。そうですね、まあ、明日も楽しむことを忘れずにこう一打一打集中して全力で頑張りたいです。あとね、西郷さんも、西郷さんも素晴らしかったんですけれども、はい、今日大山志保さんと1日激しい争いをして、はい、大山さんのプレーはどうお感じになりましたか。そうですね、まあ、すごくこう同じようなバーディーパットの距離が残ったりとかいうような、うん、いい流れといいリズムで私もプレーできたので、うん、こうすごくこう気持ちよくプレーできました。大山さんに実はね、さっきついさっき大山さんにインタビューしたら、はい、いやー西郷さんはすごいっておっしゃってましたよありがとうございますさあ、明日はそこに稲見萌寧さんが加わっての最終組になりますが、はい、明日への抱負を改めましてお願いできますか。そうですね、まあ、
こう、まあ、自分のプレーに集中することが大事だと思うので、まあ、しっかり集中してこう精一杯最後まで頑張りたいと思います。はい、いいプレー楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。